こんにちは、ヨガ水学の講師マダムユコです。今回も動画をご覧いただきましてどうもありがとうございます。ヨガ水学というのは、生年月日の数字を使ってその人のことを読み解いていくっていう教えなんですね。でヨガ水学を学ぶと生年月日の数字を見ただけで今その人がどんな人か分かるようになるというそういう面白い教えなんですね。でこの動画のシリーズでも何度かお話ししているかと思うんですけれども、ヨガ水学では生まれた月の数字に要注意っていうそういう教えがあるんですね。で数字は1から11までを使うんですけれども、それぞれに、まあ、固有の性質っていうのがあって、中にはいいものもあればあまり良くないものもあるんですね。で誕生月の数字っていうのはその数字の持っているあんまり良くない要注意な性質が出てきやすいので気をつけましょうねっていう教えがあるわけなんですね。なので、3月生まれの人は3、4月生まれの人は4、5月生まれの人は5っていう数字に気をつけなきゃいけないっていうことになります。で今回お話をしていくのは、4月生まれですね、4という数字を持っている人の気をつけるポイントですね。それについてお話をしていこうと思います。3点お伝えしていこうと思うんですけれども、まず第1、それは考えすぎですね。4というのは、まあ、マインドの数字なんですね。でいつもいつも考えてるっていう特徴があります。いやもちろんその考えるっていうこと自体はすごくいいことだと思います。人からね聞いたことをねそのまま鵜呑みにするんじゃなくて自分の頭で考えるって、ね、人間としてすごい大事なことだと思うんですが、ただそれを考えすぎてしまう、悩みすぎてしまう、あんまりずっと考える必要がないことが頭の中をずっとぐるぐる回っているとか、まあ、そういうふうになってしまうとその考えるっていうこと自体が、役に立つというよりは大きなストレスになっていってしまいますよね。考えすぎでね肩が凝ったりとかもう悩みが大きくなってしまったりするということになったらやっぱり少し頭をリラックスできた方がいいわけなんですよね。ただしその4月生まれの人の特徴の一つとしてやっぱりいろんなことをいつもいつも考えて頭が疲れてるっていうことがあるんですよね。なのでそこをちょっと注意するというところが大事になってきます。で2番目のポイントですけれども、この次はね批判をしないということなんですね。でこれは考えすぎっていうことともつながるんですけれども、4というのは筋道立った理論的な思考がすごく得意だという特徴があるんですね。でいろいろとこういつも考えているので、こう自分の中であこれがこうなってこうなってこうなのねっていうそういうこう理論みたいなものがすごくできてきやすいんですね。でもそれをずっと考えているとこう他の人の意見を聞いた時に何それ違うよねっていうふうにどうしても思っちゃうということがあります。私はこういうふうに考えるから、あなたの考え間違ってるんじゃないのって口には出さないかもしれないんですけれども、4はそうやって頭の中であんた違うよねってちょっと考えたりするわけですね。でもそれをやり続けてしまうとどん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 こう自分の頭がどん窮屈になってきてしまって人の意見を聞き入れることも難しくなってきてしまうわけなんですね。ですからここも4の2つ目の注意ポイントになります。批判をしないことですね。こう自分が正しいと思わずに、ああ人はこういうふうに考えているんだっていうふうに受け入れられるようになると4っていうのもあまりこう窮屈じゃなくなってきます。そしてこう3番目のポイントですけれども、ここはもうあえてこうお伝えしたいのが遊び心ですね。で4というのは、まあ、真面目だったり几帳面だったり、そして割とこうルールを守るとか、まあ、常識的だったりっていうそういうところがあるんですね。で結構しっかり者っていうふうに思われたりとかするわけなんですけれども、でもそういうふうにこうずっとこうきちっとした自分を演じていると、だん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 ねここでもまた窮屈になってきてしまうわけなんですよね。でなんか遊びのない人生っていうのはねやっぱりこうつまらないわけなんですね。でも4というのは何でもきちんとやりたい、真面目にやりたいって、この順番通りにやりたいっていうそういう性質を持っているので、
だからあえてどこかで人生の中にね、遊びを入れるといいと思います。あとは適当さっていうところもね、実は大事なんですよね。あまりきちきちせずに、まあこれはこれぐらいでいいやって、もう途中で投げ出したりするっていうことも悪いことではないので、あまりこう頭が窮屈になってきたな、きちきちしてきちゃったなと思ったら、そういうふうにあえてこうそういう適当なことをやってみるっていうのも4には大事なんじゃないかなと思います。はい、ということで3点お伝えしましたね。考えすぎない、批判をしない、そして遊び心を忘れない、この3つをこう注意をしてこうやっていけば、4ももっとハッピーになってくるんじゃないかなと思います。はい、ということでこの動画をご覧、最後までご覧いただきましてありがとうございました。興味がある方はぜひ、講座の方にもいらしてくださいね。6月の14日と21日に、講座があります。そしてその講座に来てくださった方には、私がこの書いた「ヨガ数秘学」という本ですね、こちらもプレゼントしてますので、ぜひいらしてくださいね。はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。マダム優子でした。Thank you.